ちゃ。こんにちは、豊さん、はい。大変なことが起きてます。いや本当だよな。ややこしいな。そうです。まあ、交流戦までもう残りが本当に、はい、まあ、あるところは6試合ですし、雨で中止のところの試合を残しているところもあるんですが、はい、そんな中、交流戦どこが優勝するのかわからないというところになってきました。わからんよな。なんと今、はい、12チーム1位から12位までが、うん、2ゲーム差ということになってます。これはちょっと近年稀に見る。いや初めてじゃないか。そうですよね。稀に見るというよりこんなに混戦になったのは初めてだと思う。つまり12チームどこにでも優勝する可能性がまだ残ってるんです。ある。ズバリじゃあ豊さん、はい、まあ残り6か大体あれですよね、2カード、はい、になってきました。優勝どこかというのをこの動画では当てていただきます。当たるも何も結果が出てないからさ、まあ、予想してもらうから。予想です。そうです。予想で当てる、はい、ということなんですが、はい、まあ、現在じゃあちょっと首位のチームから見ていくんですけれども、はい、首位は2チーム、はい、これ DeNA と巨人同率で並んでます、はい。でこの DeNA、じゃあ残りどこと対戦するのかというところで見ていくと、はい、明日火曜日から DeNA はハマスタで日本ハム3連戦、はいはい、そして次、まあハマスタでロッテとの3連戦というところなんですが、はい、さあどうでしょう。どうでしょう、はい、まあ DeNA 有利だな。さ、日本ハム戦に有利ってことですか、それとも両方含めて。両方含めてだな。おお、これはね本拠地でやるっていうことがあるんだよ、はい、で DeNA ってやっぱ本拠地にめちゃくちゃ強いでしょ。だからそういう利点はあると思うし、パ・リーグのチームは DH を使えないということでやっぱ守備の負担を負う選手がいるということだよね、はい。まあ、そうなってくると DeNA が有利っていうふうにまずは考えるのと、はい、やっぱり今永、うんうんうん、まあ、バウアー、東か石田、はい、まあ、ここら辺が投げるんだよ。これは、日本ハム戦にってことですね。日本ハム戦にね、はい。まあ、そうなってくると、まあ、どうしても日本ハムのピッチャーよりはちょっと上かなと思うよね。これ日本ハムは DeNA 戦に、まあ、おそらく加藤、はい、噂はもう一人誰かっていうことだよね。上原、まあ、はい、頭に上原来るかもわからないけども、うんうん、やっぱあの打線考えたらさ、完全に抑えられるっていうことはあんま考えられないもんね。まあ、DeNA 打線すごいですもんね、うん、で今噂は横浜スタジアムあんまり好きじゃないと思うよ、うん、それは外の打球が膝に当たって骨折してんだよね。前にあ、だからあんまりいいイメージはないと思う横浜に。ただ日本ハムもあのこの交流戦阪神に勝ち越してきますよ、うん、来てますよね、調子上げて。日本ハムはこれ言っちゃ悪いけど、うん、はい、そのチームの状態が悪い時に当たってるんだよね。初戦のヤクルトも連敗中に日本ハムなんだよ、はい、でこれ連敗中に日本ハムなんだよ、はい、うん、阪神も。だから状態的にはそこなんだよね、当たってるチームが、はい、だから日本ハムっていうのはそこら辺で、うん、運があったよね、うん、取りこぼしはしてないという。ただまあジャイアンツにも勝ち越したしさ。そうですね。だからそういう意味ではいい戦い方はしてるんだけど、うん、まあ、最後 DeNA は今オリックスを破り、はい、ちょっといい感じにはなってきてるからね。そうですね、うん、だからちょっと苦しいと思うよ。ああ、日本ハムは DeNA に対して、うん、やっぱね、勝ち越すっていうことは俺はないと思う。だから DeNA が勝ち越すと思う、うん、2勝1敗で、うん、で、そっからの金土日は今度ロッテです。ロッテね、はい、ロッテはポランコがコロナの疑いがあってちょっと外れたんだよね、うん、はい、まあ、そういうこともあり、まあ、角中が当たってるっていうのが嫌なんだけど、そうですね、まあ、藤原も戻ってきたし、だからあそこら辺の足、まあ、藤原の足だとか友杉とか和田とか、ああいう足を封じ込めるとすると、俺はやっぱり DeNA の方が上かなと思う。あとあの山口選手も一発ホームラン出てるので、この辺りハマスタで、いや狭いからな、だからまあそれは怖いかもわからないけども、そこら辺の戦い方っていうのは DeNA の投手陣っていうのは分かってるしね。まあ、不安なのは競っていった時の山崎、ちょっと不安定だからね、はい、まあ、伊勢もそんなには絶好調っていうこともないし、うん、でもエスコバ上がってきてるし、はい、うん、だからまあそこら辺では DeNA が有利かなというふうに思う、まあ、残り3、この3カードは大貫投手であったりとか、だから DeNA は多分この2カードを4勝2敗でいくと思う、うん、4勝2敗最低でね、はい、うん、最高で5勝1敗ぐらい。
おお、崩れないですね、うん、多分行くと思うよ。それはやっぱりこうホームで強いという利点があるから、うん、でパ・リーグは DH を使えないというね、うんうん、そういうマイナス面があるからね。そうですね、はい、さあ続いて同率で並んでる巨人です。はい、巨人は最初明日からですね、火、水、木と、西武ですね、はい、まずは西武と当たり、はい、で金土日は楽天楽天楽天となっていきます、うん、どうですか。どうですか。まあ確かに西武はすごくバランスを崩してるな、うん、で今その大量点が取れない状況の中で、はい、巨人はやっぱホームランが効果的な一発がやっぱ出てるんだよ、はい、だから投手陣が良くてもバランスを崩している投手陣が多い中、うん、やっぱ巨人有利だなって思うよね、うん、で一応巨人の予想されているピッチャー、先発ピッチャーが、うん、メンデス、戸郷投手、山崎伊織投手、うん、でグリフィン、横川選手、うん、というふうに続いていくのかな。で、まあ、最後菅野が来るかもわからない。そうですね、日曜日に。まあ巨人だな、まあ、一方西武が予想されるのは松本投手、与座投手、浜谷投手、うん、でここで隅田投手、高橋光成投手、平投手といくんじゃないかというところなんですけども、まあまあこの3つですね、まずは、うん、まあだから高橋光成とか、うん、平とかは当たらないわけでね。当たらないんです、はい、うん、そしたら、まあ、2勝1敗では絶対いくと思う。2勝1敗で巨人がいくと、はい、うん、で次の金曜日からのカードの楽天戦、はい、ここはどうですか。楽天はね、はい、ここのとこ良くなってきてるんだよ、うん、戦い方が、はい、だからその今までのその雰囲気が悪いとか、なんかミスをして負けるとか、打線がつながらないっていうよりも割としぶとくなってきてるんだよね、はい、だからそういう意味では、まあ、いい勝負になるかなというね、そんな感じがするよ。じゃあここはすんなり2勝1敗で巨人がいけるかどうかは分からない。苦しいな。まあ本当予想と難しくて。そうですよね。いやでも巨人が2勝1敗でいかなきゃいかんでしょ、絶対に。まあもうそうですね、優勝するには。どっちにしても打者陣もね、はい、いろんなバリエーションを持てるようになってきてるし、うん、まあ2勝1敗かなという、うん、まあ DeNA と一緒に2勝1敗、2勝1敗で切り抜けるかなっていうような感じはするよ。なるほど、うん、はい、4勝2敗でいくんじゃないかと、はいはいはい、で3位、今ヤクルトです、はい、でそのヤクルトは火水木ソフトバンク、はい、そして、金土日がオリックスと。これ五分だな、3勝3敗ぐらいだな、うん、まず最初の当たるソフトバンク戦。ソフトバンクはね、今チャンスがある。これなぜかというと柳田が当たってない、うん、全く当たってない、はい、うん、でそれに伴って2番の固定がないし、はい、そうだな、野村勇っていうのをショートで使ってるけども、うん、まあ、今宮の体調があんまり思わしくないんだよね。でもまあ次のカードから出てくるかも可能性はあるけども、はい、なんかこう揃わないんだよね、うんうん、それとやっぱ戦略面、はい、なんか勝たなきゃいけないプレッシャーになんかこう押しつぶされそうになってるっていう、なんか例えばチグハグになってしまったり、ちょっとチグハグだよな、はい、だからまあそういう意味では、で藤井の離脱っていうのもあるよね、脇腹の投手のね、はい、だからそれ考えるとやっぱソフトバンクも苦しいし、はい、まあ、ヤクルトも打てたと思ったら全く打てないとか。そうですね、うん、だからそういう一進一退、まあ、ピッチャーは少し良くなってはきているけど、はい、打者陣中軸、まあ、村上もそう上がってきてるっていう思いもしないし、はい、まあ、オスナも悪いから8番打ったりとかしてるし、ね、そうですよね、下位って、うん、だからそこら辺はやっぱ苦しいから3勝3敗5分ぐらいでいくかなっていう、トータル的にね、ソフトバンクも含めて。そうですよね、で、はい、ヤクルトはもう指名打者で川端選手を使えずに、まあ、代打の切り札っていうところも、ね、だから川端が入ることによって打線の流れが良かったのが、はい、これがやっぱ切り札として置いとかなきゃいけないということから考えると、うん、はい、打線っていうのがちょっと心配だよね。そうですね、うん、で金土日はやっぱりオリックスと当たってくるというところもあって、うん、なかなかいいピッチャーがオリックスも苦しいぞ、まあ、戦い的には苦しいですね、ヤクルト。ちょっと苦しい。そうですね、まあ、そんな中でね、本当にトントンでいければトントンぐらいでいくような気はするけどな、ヤクルトも。そうか、一時期の絶不調をこう超えてるからね。あ、そうですね、そうそうそう、交流戦前のここら辺でやっぱちょっと踏ん張っとかないと、はい、ヤクルトもね。そうですよね、うん、でここから同率4位で並んでるのが、はい、ソフトバンク、オリックス、日本ハム、広島、はい、っていうところになってくるんですけれども、うん、
まあ、この4チームはどうですかね。広島だな。お、広島、はい、広島はやっぱ投手陣もやっぱ揃ってるし、まあ、中継ぎも、まあ、ターリー、矢崎、はい、まあ、ここら辺は信頼できるとして、もう一人欲しいんだけどね、うん、で栗林が、まあ、この前プロ初勝利をし、はい、ロッテ戦ではやられというようなね、まあ、そういうことなんで、ちょっとあんまり信用はできないしね。で大道が一時期良かったのが、うん、やっぱりこうあんまり良くないし、もう一人誰かっていうのがいてくれたら、まあ、広島次だどこと、楽天ですね、楽天だろ、楽天と西武なんです、うん、まあチャンスあるよな。そうですね、うん、ただ最後の高橋コーナー平と土日で多分当たると思うんだけど、はい、そうですね、ここら辺を切り抜けると、うん、あ、この2人っていうのはやっぱ強力だからな。そうなんですよ。でもここのとこ勝ってないしね、はい、でもそろそろ勝ちそうなんだ、高橋君の平っていうのはね、うん、はい、だから、まあ、当たるピッチャーは苦しいけども、はい、チャンスはものすごく残されてる。そう、だから楽天戦、はい、明日からの楽天戦にどう挑んでいくか、うん、ここで3連勝でもすると、うん、ものすごくチャンスがある。一応大瀬良投手、栗投手、コロニエル投手じゃないかというふうに予想されてるんですが、だ大瀬良もいいピッチングしてるけど、うん、援護に恵まれない、うん、まあ打線も当たってきてる、はい、ね、で栗、うん、ザ安定だよ、はい、多分いけると思うよ、うん、でコロニエル、はい、あ、この前勝った初めて、うん、これで流れが少し変わってる、うんうん、そしたら3連勝の目はある。おお、スイープってことですね。そうそうそう、ほんで、西武の初戦、はい、ここ、まあ、隅田かな、うんうんうん、ここら辺に勝てば、はい、俺はもう大チャンスが待ってる。おお、え、これそうすると完全なるスイープ、スイープ、いや、だから高橋コーナーと平にどっちかに勝つというようなことができれば、おしょっぱいか、うん、秋山が力まなきゃいいんだけどね、西武の時にねフルスだから、デビッドソンとかファームに落ちてたんだよ、はい、で阪神とやってたんだけどホームラン打ったりとか、はい、真面目にやってんだよ、それを上げてきてるんだよ、うん、俺はね、あの献身さが必ずなんか大事なところで出そうな感じがするんだよね。だから広島っていうのはチャンスがある、ワンチャンあるだから5勝、うまくいけば5勝1敗できる。おお、わかりました。残りのこのソフトバンク、オリックス、日本ハムはソフトバンクはね、だから、まあ、言ったように柳田がやっぱり調子を戻すか戻さないか、6月に入ってずっと悪いんだよ、はい、あ、だから低めの変化球を振ったりだとか、だからこうコンちゃんがいいだけに柳田が良かったら打線というのはつながっていくんだけど、はい、柳田はちょっと悪いな、まあ、あとはピッチャーが藤井が抜けたっていうのも痛いし、うん、はい、うん、そうだな、津森、モイネロ、オスナ、うん、まあ、ここまでは、ここまでつなぐのに何点取れるかだよね。ああ、そうですね、うん、まあ、相手も6回しかないと思ってくるだろうしね、はい、あとまあオリックス、日本ハム、オリックスな、はい、うん、オリックスはまあ阪神、そしてヤクルトと、日本ハムの伸びが嫌だけどな。お、日本ハム、やっぱ何をしてくるかっていうのはさ、はい、あと残り、まあ、6試合だとして、はい、6試合だよね、はい、でも DeNA には俺はやられると思うよ。中日、次の中日には、うん、まあ、ある程度の戦い方はできても、うん、DeNA には俺は勝てないような気がするよ、まあ、そのぐらい、勝ち越すっていうことはできないような気がするけど、まあ、打線というかがいいしっていう、うん、ピッチャー的にもっていうところも、そうだね、うん、だからまあ中日行ったらバンテリンでしょ、はい、そしたらまあホームランが出ない、うんうん、まあ、そうなってくると、どうホームランの多いチームだからね、日本ハムもね、どちらかというと、はい、だからそういう、まあ、足も使えるしな、あそこはな、だから面白いっちゃ面白いけど、そうです、 DeNA に勝ち越したら日本ハムあるよ、チャンス。おお、じゃあまさにこの火水木が日本ハムにとっては、いや、もう本当にで DeNA にとってもこの火水木に、とにかく日本ハム戦がすごい、じゃあ重要になる、いや、そう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 ですよね。あと3試合残った時に、はい、相手の星取り表を見て、うん、
まあ、どう戦うかって、まあ、自然普通に戦っていくんだろうけども、はい、気持ちが入るかちょっと落ちるかだから、ね、そうですよね、でここからは今度8位、まあ、楽天になるんですけれども、はい、まあ、楽天は、まあ、さっきも話したように広島と火水木あたりで金土日が巨人、まあ、打線はね割と当たってきてるんだよ、はい、まあ、大郷とかも よくなってきてるし、まあ、浅村があの決勝タイムリー打ったりだとか、はい、そうだな、まあ、岡島が出てきてタイムリー打ったりだとか、まあ、当たっては来てるけどな、来てるけどっていうところなんですね、うん、ただやっぱねジャイアンツ戦とやるときっていうのは、ね、やっぱ気分が違うんだよね向かってくるわけよ、はい、うん、だから その分ジャイアンツっていうのは損だと思うんだけど、はい、まあ、だけどあの、うん、まあ、とは言っても、うん、やっぱ今の雰囲気から考えるとやっぱ巨人の方が有利だしね、うん、まあ、広島の方が有利だっていうということは、もしかすると2つのカードに負け越してしまう可能性もあるということですかね、うん、だからそういう意味では広島っていうのはすごく当たるところから考えるとすごくチャンスあるし、うん、まあ、巨人もそうだよね、はい、うん、まあ、下位の2チームと当たるわけだから、そうですね、だからそれはもうジャイアンツはチャンスあるよね、そうですね、うん、さあ9位が、同率で3チーム、阪神、ロッテ、中日、阪神、ロッテ、中日、はい、まあ、阪神は大阪ダービーが明日からあるよね、そうなんです、オリックスと、ああそうだね、はい、で今 あのバッティングの状態でじゃあオリックスの投手陣打てるかというと打てない、今阪神打線ちょっととあれなんですか、もうね9連戦やってヘトヘトなわけよで、あの湯浅が、うん、本当に2試合しっかり抑えておいてくれたら、はい、これ首位に立ってるからね今、まあ、そうですよね、そのぐらいの差なんだよ、はい、でもここに来てやっぱりこう疲れが溜まってバッティングの状態が悪いってなると、うん、やっぱオリックスの投手陣からすると、はい、抑えるわなっていう、そうですよね、まあ、チーム打率が6月2割1分9厘、うん、なのでそうですね、ちょっと阪神打線じゃあオリックスのピッチャー陣からどう打つかってことに、まあ、そうだな、ね、それ考えるとやっぱオリックスの方が有利だよね、はい、で次の金土日はソフトバンクと当たります、まあソフトバンクとはソフトバンクにはなんか勝ち越すような気はするけどもね、はい、だからまあここら辺、まあ、シーズンを考えて、うん、この交流戦あんまり考えないでシーズン考えたら、まあ、5割でいきたいと思ってると思うよ、うん、そう、あ5割でそうですよね、3勝3敗でいいって、うんうんうん、まあ、そんなにここで鞭入れてもって思ってると思うよ、そうですね、うん、あとこの阪神打線に佐藤輝明選手がどう戻ってくるのか、前川右京選手使う、前がいいなー、はい、いいですよね、何がこれはねいやいい、うん、いいけど、まあ、守備がどうなのかっていうね、うん、はい、長く使ってみてね、うんうん、あとはその阪神は打率的には大山選手そしてキャッチャーの梅野選手が上がってきたっていうところで、うん、まあ、これまでは坂本選手が打率良かったですけどどういうふうにこのキャッチャーは併用していくのかっていう残りこの交流戦、まあ、岡田監督が言ってるように、うん、やっぱ梅野軸に、うん、やっぱこうポイントで坂本を使っていくという、うん、まあ、そのバランスは変えないと思うけども、はい、まあ、近本、中野の出塁率もちょっと6月になって少し落ちてるしね、はい、でそれに伴ってノイジーがつなげないということでしょう、うん、やっぱちょっと苦しいよね、まあ、どっちしてもやっぱり苦しいんですね、うん、やっぱ苦しいと思うよ、そっかそっか、うん、さあロッテなんですけど、はい、ロッテは、明日から中日、はい、で金曜日から DeNA、まあ、ロッテもチャンスあるな、今5勝6敗 DeNA と巨人が7勝5敗なので、いやーこれ巨人が有利だな、有利ですか、ああ、ええー、これかやっぱ残してるカードがロッテは曲がらないにもパ・リーグの首位を走ってるからね、はい、で DeNA は2位を走ってると、うん、そしたらやっぱりいい勝負は絶対するよね、うん、と思うよ、はい、星の潰し合いになってくるよここら辺は、わーそういうことか、うん、だから難しいなまあやっぱ巨人が有利だわ、巨人有利、うん、だけどやっぱ投手陣がどうかっていうことだよね、うん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 、
ロッテ。いやでも西武もやっぱ打てる打者に苦しんでるし、はいはい、だからここら辺は、まあ、巨人は取りこぼしをしなければ巨人が優勝するな。ちょっとさ、まだ中日もあ、中日ちょっと待って言ったからさ、まだ中日ファンが取り残されていた。もう考えるのになんか頭なんかぐるぐるしてさ中日はあの阪神ロッテと一緒に同率で今 9位なんですけど、はいはい、まあ、そのロッテとまず中日が当たって、中日は金土日で日本ハムっていう感じです。ロッテと日本ハムだろう、はい、おそらくね足を使われると思う相手に、うん、で総力で負けれそうな気がするな。木下も悪いキャッチャーではないけども、それ以上にやっぱ総力を持ってるから、はい、ロッテと日本ハムは。だからそういう意味では足技を使われた時にちょっと苦しいかなっていうね、うん、はい、まあ、そんな感じはするけどね。ああ、そうなんですね、うん、だから中日もそうだな、よく戦ってきたけども、まあ例えば鵜飼を1番にするとか、うん、はい、まあ、いろいろ試行錯誤しながら戦ってるけどね。だけどその場しのぎではやっぱり優勝っていうのは転がってこないよね、はい、だからもう一度岡林、大島、細川、まあ、細川4番でもいいけど、石川でこう戻してくるのかね、はい、うん、まあ、石川もあのバッティングではやっぱり4番は務められないよまだ。まあそうですよね、うん、だからまあ、ちょっと苦しくはなってきてるね中日はね。あとは指名打者分一人誰か、ね、まあ、抜かなきゃいけないっていうのもありますしね、はい、で最後西武と、ね、まあ、西武は、うん、まあ、苦しいな、やっぱりチームのバランスが崩れてるな、うん、まあ投打とも、うん、でピッチャーも打ってくれないから疲労が来てるし、はい、だからそういう意味ではすごく苦しいと思う。そうですね、うん、でここで優勝はって聞こうと思ったら、そうなんです、ゆたくさんも言っちゃったので、もう巨人がもうがぜん有利だよね。これ対戦するカードの巡り合わせありますね、やっぱり。あ、でも DeNA ではないんですね。いや DeNA もチャンスある、うん、あのバッティングをしてくれたら、うん、それはねなかなか抑えられないよ、あそこは。なんかミツバチというかスズメバチが怖い、ブンブン飛んでくるような、はい、そんな攻撃仕掛けていくからね、うん、でね打順の組み替えをしたんだよ、はい、で佐野を1番から外し関根を持ってきた、うん、大正解だし、牧の後ろに宮崎を持ってきた、僕も100点満点だよ。お、まあ、そうなってくると打線はつながるし打点は取るだろうし、はい、DeNA がホームだから巨人が対戦相手は有利なんだけど、うんうん、DeNA にしとくわ。おお、 DeNA ですね。やっぱこれはねホームのアドバンテージを持ってるということ、はい、だからそれを証明してくれると思う、うん、ちなみに DeNA はアメ中って残してない、うん、あ、じゃあもう日曜日にきっかりと終わる、もしくはこれ天気予報によってはそうなんです。水木が雨なので、これ日本ハム戦2試合ができるのかできないかっていうこともまた、いや、ね、これは大きいよ。そうです、あ、うん、大きいですか。いやこれはねやっぱ流れに乗っていきたいし、うん、2試合中止になったらバッティングの状態って変わっちゃう人間いるからな、はい、だからそこら辺でちょっと調子を崩す人間はいるかもわからないけども、うん、宮崎なんかは少し休みが欲しいと思うんだよね今、うん、状態的には悪いんだけど、あら打ちまくってるからね、はい、本当によく食べてよく寝ることです。すごいですね、子供みたいですけど、ね、多分蜂蜜もこう舐めてると。いや、プーさんではない、プーさんだ、まあだけど宮崎の存在っていうのは牧も生かすし、はい、あ、やっぱ宮崎の存在でかいな、あれは。そうですよね、うん、いやだからまあ一応豊さんの本命優勝は DeNA、はい、でただこれ雨中になってきたり すると分からなくもなってくるかなっていうところも含みつつです、ね、まあ、雨中でさ、予定狂って状態狂ったら予想はまるっきり外れてもしょうがない。そうですよ、ね、出た、なんか理由を残してますね。出たじゃねえよ。出た、まあまあそんな感じだね。ピッチャーもねスライドしていきますし分からなくはなるので、だから本命は DeNA で、本命 DeNA で、はい、対抗はじゃあ巨人ですか。巨人、わかりました。じゃあ今年はどっちにしてもセリーグが優勝すると、まあ、そうだな、はい、あ、それでもう、うん、あのあれだよ、えダークホース的、あ、ダークホース穴ですね、うん、まあ穴でもない、うん、本命に近い穴だよ、はい、おかしい、本命、いやいいです、本命に近い穴、
広島カープ、はい、はい、おお。じゃあこのセリーグ3チームです ね結構猶予残しましたそう、あのカープファンの方に出た忖度いい時は言っとかないそうか、そうですね、じゃないと嫌ってないっつうんだそうですね、はい、はい、